もうかつて報道ステーション2005年に堀江さんが出馬した時にあの時お二人で喧嘩をしたのが未だに YouTube などで流れていて、なんで喧嘩してるんですか。これはね別に本人前にして言うわけじゃないんだけど、いや覚えてなくて当然ですよ。俺が野犬のような感じで食らいついてたと思うんですよ、はい、今だから言えてその時の自分は全く違う自分で、はい、どっちかっていうと想像もつかないような既得権をぶっ壊して球団を買うってね、うんうん、若い人が T シャツ姿で言い出したり、うん、からいきなり衆議院選挙に出るっていう風に言ったり、ちょっと思考がついていけないんですよ古いタイプの自分の考えが。でその理解不能なところに苛立ってニュースキャスターとして噛みついてやれみたいな勝手な野犬のようななんかこうちょっとあったと思う。だから悪いことしたなと思って正直ごめんなさい今更です、ね、お金の次は権力ですかみたいな形で、あ だからちょっと今の整合されるとか、はい、という風にやって、いや権力っていうわけじゃない。まあ、でも古谷さんの時はそうでもないですよ。僕一番切れたのは、うん、それも多分まだネットに上がってると思いますけど、今日の出来事 NNN の日テレのその時のプロデューサーにすごい変なやつがいて、まあ、多分知ってると思うんだけど、その後なんか原発問題で東京から逃げろとか言ったりとかして、その後消えていったその元日テレのちょっと問題児がいて、そいつはめちゃくちゃでしたね。今日の出来事って覚えてますね。覚えてる。だからゼロのもう一つ前だ。割と真面目な報道番組というか、今日のニュースをちゃんとさらう番組じゃないですか。保守的な、ね、で僕ホリエモンに10の質問みたいなあって、うん、フジテレビを買おうと思ってるのは女子アナと合コンしたいからとか、そういう質問がバーって並んで途中でブチ切れて帰りました。その後その人あれですよ、僕が捕まった時に逮捕される1ヶ月前に逮捕情報を掴んでたのかなんか知りませんけど、うん、そいつが本当に女子アナとの合コンをセッティングして、うん、そういうやついるんですよテレビのディレクターって、うん、上さんなんか日テレの女子アナ連れてくるんで合コンやりましょうよみたいなことで本当にそれセッティングして、うん、そしたら机の下にカメラ入れてて全部撮られてました。いや大体なんで行くんですか。別に行くでしょそんな。逆にそれじゃさっきの質問にブチ切れる権利がないじゃないですか。やっぱり合コンしたくて。いやでも別に買わなくてもできるからそれは。あそれはね。買わなくてもできるから。別なのね。そうそう別なんですよ。こういうタッチに俺が切れたんだ。そう考え方は別なんですよ。だから別に買わなくてもできるから別にいいじゃんっていう。いやだから非常に合理的な人だから、はい、パッと分けられるロジックを2つ持ってるじゃないですか。うん、俺なんかは一つに思うからなんでですかってあの時。あそうかだからそういうロジックなんですね。でもね堀江さんはねもうちょっとね俺が言うのも申し訳ないけどもっと優しく一般にも分かるように説明してもらいたい。もうちょっと分かりやすく言ってくれるともっと分かる。そうかいやあれでも多分あれ以上分かりやすくしちゃうと今度はその、うん、本質的な部分がまあそこが一番だからテレビの演出まさにその古舘さんのまあうまいところであるテレビ的な演出の狭間なんですよ。だからそこは非常に難しいですね。分かる。堀江さんらしくないのは分かるんだけどね、はいまあ、矛盾したこと言ってるのかもしれないけどう、ね、もうちょっと分かりやすくやってくるともっと通じるんだよなと思う時がある。そこはね難しいところでね僕ももちろん分かってきてる部分はあるんですけど例えば球団を買収しようとしました。あの時ってみんななんか救世主だみたいに言われたじゃないですか。ちょっと違うんですけど、うん、黙ってたんですよその時は、うん、ちょっと言ってること違うんだけどなと思いながら、うん、救世主わーってすっごい違和感なんですよ本人は、うん、あこういう風にみんな誤解するんだなと思いながら黙って見てたんですけど、はい、要はあの時はみんな球団経営なんか儲かるわけないと思ってるから要は赤字のどうしようもない球団を買収なんとお金をもうスポンサーになって要はお金をくれるんだぐらいに思ってるわけですよ、ね、でも僕は完全にビジネスので世界でちゃんとその利益が出てうちのグループにとってもめちゃくちゃ経営力プラスになるって思ってるわけですね、うん、でほとんどビジネスもみんな気づいてなかったんですよ、ね、その後だから楽天が買ってソフトバンクが買って DeNA が買ってってどんどん IT 企業が球団買収していったじゃないですか、うん、であの流れの一番最初を作ったわけですけど、うん、大衆というのはこういう部分に惹かれてこういう部分は嫌なんだっていうのはまあなんとなく感覚で分かってはいるものの、うん、じゃあそこを妥協して嘘を言うのは良くない、うん、という感じだから先駆の先駆っていうのは往々にして捨て石になるでしょ、うん、で後に50年ぐらい経って半世紀ぐらい経って歴史が評価するみたいなことになるでしょ、うん、これはかっこいいかもしれないですね、うん、ある意味ね。でもね良かったのは、うん、今やっぱ時代のこう進む速度が速くなってるんで10年ぐらいで評価されるんで大丈夫ですよ、うん、だから例えばフジテレビを買収しようとしてたこともここに来てみんななんかスマホでいろいろ見るようになって、ああ、あいつが言ってたことはこういうことなんだ、うん
って、まあ、15年か15年ぐらいで再評価されるぐらいにはなってきてるんで、うん、大丈夫です。だから生きてるうち再評価される。10年じゃなくてそこはもう10年とか10年とか15年でできるんで大丈夫です、はい、なんか堀江さんっていいよね。だから俺本当に先駆だなって素直に見てるってこと、なんか聞いてるうちにちょっとこうイライラしてきて憎たらしくなる部分もあるんだいや自分の中の求心的な部分と保守的な部分がせめぎ合ってんだなと、左脳と右脳がせめぎ合ってんのかもしれないけどね。